九月塚氏は日本の士族の一つ。九月塚氏とも記す。武蔵七島中最大勢力の集団を形成していた武士団である小玉党を構成する士族とされ、複数ある系図の伝承では小玉党の着流である少子より分派した士族とされる。小玉党の士族の中でも九月塚氏は謎が多い士族であり、伝承にも差異があり、混乱が見られる。 小玉党の本州家となった本城氏が館を築く、以前から小玉軍の北、堀村の麻下塚に到着していた一族とされる。まず、諸々ある、武蔵七党統計図の一つには、翔太郎課長の子、本城二郎左衛門の担次の弟、久月家翔二郎広志ただし、その子、若泉太郎左衛門広志の、その子、木西左近、四郎京機なりとある。家ぐの弟は、 本庄寺家であり、北堀に館を築いたため、訓月歌詞と混同されたものと考えられる。無理やり、小玉等の本州海地族に系譜をつなげた感があり、また、広司帝の孫が、木、西氏を称したことになっている。木、西市郎とは、巻西市郎広式を指すものと考えられる。もろもろある、別の七等形図では、小次郎広司帝は、広高の次男とあり、 牧西四郎広敷とも兄弟であると記述されており、一方の七刀経図とは明らかに食い違う伝承となっている。広氏の字の継承から考慮しても、牧西氏の経図の方が信憑性はある。とはいえ、どの武蔵七刀経図も信憑性の高い経図とは言えない。最近の経図研究の結果、 課長と広高が兄弟であった可能性が高いことは分かってきているので、広氏邸が鎌倉時代前期の人物ということは分かる。牧西氏系図の伝承通りであるのなら、久月塚氏は、少子、世もだし、牧西氏と同族ということになる。本当に同族であったかは疑わしい点もあり、断定はできない。実在した物的証拠イコール異物が出土していない現状では、 判断も保留となる。九月塚博指定という人物が複数の形図から確認できる以上、実在した人物だとは考えられるが、通称の二郎は疑わしい点がある。九月塚氏が小玉塔の中でも謎が多い氏族とされるゆえんは、多くの形図に名が残されているにもかかわらず、他の兄弟たちと違って、平家物語や、 アズ鏡などの軍機物に一切登場しないことと、ヨもだ氏や牧西氏の館跡が、本庄市内で発見されているにもかかわらず、君月塚氏の館跡は、現在に至っても発見されていないことが挙げられる。伝承によると、広司邸の子息である、君月家元太郎近下弘は、現在の和ズオシに居住し、館を築いたとされ、早くから小玉軍を去っていた可能性もある。 なお北、堀村の釘塚の地は、戦国時代では、本城藤三郎の維持、昭治丸の所領となっている。一党一族という概念のもと、同族意識によって結束力を高めていた武士団だが、必ずしも同族とは限らないことから、武蔵七統計図に乗る釘塚氏の流れも信憑性は低い。ありがとうございます。